プレポリマーの冷電卓の内部。中央のチップがエポキシ樹脂でコーティングされている。エポキシ樹脂とは、高分子内に残存させたエポキシ元で、架橋ネットワーク化させることで硬化させることが可能な、熱硬化性樹脂の総称である。架橋ネットワーク化前のプレポリマーと硬化剤を混合して、熱硬化処理を行うと製品として完成するが、プレポリマーも製品化した樹脂も両者とも、 エポキシ樹脂と呼ばれる。プレポリマーの素性は種樹のものがあるが、最も代表的なものはビスフェノール A とエピクロロヒドリンの強重合体である。また硬化剤としては種樹のポリアミニや酸無水物が使用される。プレポリマーの素性と硬化剤の種類との組み合わせで物性が多様に変化するのでエンジニアリングプラスチックとして利用される。特に寸法安定性や耐水性。 耐薬品性及び電気絶縁性が高いことから、電子回路の基板や IC パッケージの封入材として汎用されている。また、接着剤、塗料、積層材としても利用される。これらの多くは2液型で混合して使用する。一般的に他の接着剤と比べて高価であるが、欧米では高い強度と衣装性の良さを得られることから、テーブル等の家具やエレキギターベース等の楽器、 ヨット等の船舶の補修などに大量に使用される。一般にビスフェノール F よりもビスフェノール A の方が振動向上させることができる。エポキシ樹脂の人生向上手法には一般的に以下の2つの手法がある。ありがとうございます。